これは今内モンゴルで実際に起きていることです。中共が学校でモンゴル語教育をやめるのに反発したモンゴル人学生です。生徒が怪我をして救急車で運ばれるようです。親は子供たちを学校で勉強させないで家で勉強させるように大学生のボランティアを募ってその手はずを整えて学校に子供を迎えに来ました。中共地方当局はこの親の行動に怒り、生徒が学校敷地内から外に出ることを禁じ、もしこれに違反した場合は罪になるとさえ言いました。この抗議活動は少なくとも4カ所で行われ、親は生徒を家に連れて帰り、その後集会を開きました。この外国発信のツイッターは大丈夫ですが、国内のこの問題に関するあらゆるソーシャルネットワークは遮断されているようです。